中日 OB の、はい、で現役でもいいですよね、はい、今もジャンル別、はい、ナンバーワン、はい、ナンバーワンで、あの海外行ったらあの道路が逆に なるあ、逆そうなりますよね。もう逆走何回見たかまずいよっつってこれだけは運転させる、絶対運転させちゃいけない人なんで、そうね、それこんにちは。こんにちは、イパ TV です。今回もね、ゲスト荒木さんに引き続きお願いしたいなと思います。よろしくお願いします。ちょっとこうトークテーマ変えて、はい、中日 OB の、はい、現役でもいいんですよね、はい、今もジャンル別、はい、ナンバーワン、はい、ナンバーワン、ちょっとね、僕ドラゴンズ離れてちょうどね10年なんで、はい、だからね、いろいろこうね、変わってきてると思うんですけど、いろいろなジャンルでね、誰が一番かっていうのをお互い言っていこうかなと。はい、これ一人で書けばいいですよね。そうですね、 OK です。まあ一人じゃなくても全然いいですよ。まず最初のテーマ、チームで一番天然だったのは、もう間違いないですよ、これ多分一緒でしょ、これ天然だよ。天然ですよ、計算ではないと思うんですよ。誰だ、じゃあちょっと僕は書いちゃいますよ。はい、書いちゃいますよ。天然でしょ、はい、わかんねえ、これうちのチームの8割方ここに行き着くんじゃないかっていうあー、なんとなくすっとぼけるね、だせーのとそうでしょ、朝コーチですよね、うん、朝コーチです。はい、グーハムで行ったけど、よく海外を分かってなかったね、最初そういうところもありますか。そうですね、グアムに自主トレとか行ってたんですけど、多分ほぼ海外あんま行ったことなかったんでしょうね。税関通る時によく分かってないとか、向こう行ってパスポートとか出して、はい、まあほぼ分かってなかった。パスポート持って行っただけすごいですね持って行ってないもんで、海外行ったら道路が逆になるの。あ、逆そうなりますよね。逆走何回見たかまずいよっつってで言ったもん、あ、そんだけは運転させる、絶対運転させちゃいけない人なんですね。そう、それあれただ運転も丁寧ですからね、彼は。そう、はい、道は逆だよっていうのを言ってたんだけど、丁寧に逆、ね、出た瞬間から逆、その日本通り行ってたから逆だよ逆だよっつっていやー、最初ぐらい緊張感持ってほしいですね。でもね、違うよねっていう風に。ただそういう面白さはやっぱり、俺あと俺、ね、海外でさ、こういうとこはなんかこういう一周するロータリーみたいな、はいはいはい、でこう行ってこう行くとか、はい、こう行ってこっち行くとか、ね、はい、こうさ、あ、そう、こう行ったらこうしてたからね、一回抜けるとこ分かんなかったんじゃないですか。そう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 、こう行って、うん、こう行ったからいやいや一緒じゃんこう行ってこう行けばよかったのに、なんか一回ぐるっと回ってとか。愛すべき天然さんっていう、うん、絶対朝もだけには運転させんだよっつって自主トレ行って怪我して責任者としてなそうですよね、そこそこの名前ある人間言ってたし。でも素晴らしい人間ですからね、まあ、人間はもう素晴らしいし、やたら先輩に対してさ気を使ったりとかさ、豆だったりさ、まあはい、するじゃん。そこら辺はもう その辺だけどさ、やることがさずれる時もあるじゃん。はいでもそんなに嫌味のある人じゃないです。そうそう、全然ね、最高の人ですね、うん、だから最初本当に入ってきた時って悪気がないけどやたらこう大物感もあったじゃん。 あれはすごかった。最初さ、立浪さんとかさ、俺とか荒木もそうだけど、はい、2軍のキャンプに向こう1軍が試合やるから、はいはいはい、あ、1軍じゃなくて、はい、1軍でこう若い選手が試合やるから、はい、読谷に行って、はい、練習行ってこいとか、はい、たまにあった、はい、ありましたね。その時にさ、浅尾コーチが新人でさ、はい、なんか島内やった時にさ、はい、確かに中村のりさんだったと思う、はい、サードでもショート行って俺行ってセカンド行ってとかでさ、はい、で辰浪さんのもなんかサード入ってなんだかとか言って、はい、ね、やってるところでさ、浅尾コーチがさ、ピッチャーでさ、二遊間どっち入るのみたいな感じでさ、こうやって指さしたとかさ、ありましたねそれはあいつみたいな空気感あったじゃん。これはアジアから入ったら絶対ないんですよそう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 いうとこあるんです。
や別に怒りとかないですけどね、まあ、そう、怒りだからおっていうだけだけど、あの普段の対応はもうものすごい丁寧っていうか、素晴らしい、お前そう気持ち悪いぐらいじゃん。そう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 、ただ素晴らしいです、この人、うん、実に面白い。次、チームで一番の努力家。チームで一番の努力家、努力家って難しいですね、うん、でもちょっとこの選手は僕はあの練習に関してはその辺を見てますので、これはもう間違いなくこれと大島選手、石垣選手。いや、それ石垣選手俺分かんないから、そういうことです。だから知らない人を変えていいのかなっていうのはあったんですけど、だけど、まあ、俺が行った時に大島選手は5年ぐらいかな、一緒にやったの。15年ぐらいですかね。5年ぐらいやったんだけど、一時俺怪我した時にキャンプ無休でやった時に毎回いた、一緒に。あの陽平は本当決めたことをずっとやり続けられる能力を持ってる感じがする、ね、ずっといたからとかじゃなくて、あの明日もうやりますとか、キャンプやりよるはもうずっとしたら、はいはい、じゃ何時にからやりますかとかいうのは聞いてやってたから、うん、まあ、今はどう、まあね、やるわけないかなとは思うけど、休みは休んでますけど、あの時の若さの中で全休みの時にずっと一緒にいたから、まあ、大したもんだなっていうふうには思ってたけどね、うん、すごいやっぱり続ける能力はあります、うん、これ石垣選手知らないでしょ、うん、こう天然にも入ってくるんですけど、うん、本当はあんま知らないから出すのやめようと思うんですけど、この選手ももうすぐやります。やるってこう部屋に帰ってもやりそうだね、これ。そう、なんか分かる、それを言いたかったんです。そうそう、部屋に帰って、部屋に帰ってやりすぎて一周して戻っちゃうみたいな。だからちょうどグランドレベルで、おーよし、まさみ良くなったな、じゃあこのまま頑張ろうよって言って部屋帰って、うん、じゃあこれもやった方がいいんじゃないということをやってきて違うことをやってしまうタイプ。残ってるから寝るまでのあれでね、そうそう、何が起きてるのかがっていう。だからさっきのアジアの寝るなっていうのと逆なんですよ、もうお前は寝ろっていうそのぐらい。でも本当に野球に対して真面目で、もうあれじゃない、部屋にバット持ってかさなきゃいいんじゃん。そうそう、でも野球感を全部なくしてしまおうっていうぐらい、うん、本当にいい形になったりするんですよ。バッティング見ててもいいな今日って思って見てると、次の日はまた違う打ち方してるなっていう。これやらずにできないんじゃなくて、やりすぎておかしくなるっていう。もうあれじゃない、バットと携帯電話取り上げだよ。ですね、そう。見ちゃう、バット取り上げたら見ちゃうから、今多分。あれ結構見てるんですよ。だからもう最初に朝一会った時に最近聞くのは、昨日は誰のやつ見たのって必ず聞くんですよ。今日の良かった感触をこうさ、あれ明日もできるかなとか、うん、こう楽しみだなとか思って寝るのも大事やん。大事。ね、今日ダメだったから、こう明日こうやって打とうかな、はいはい、反省を言いますね、あとかやってまた迎えてとかさ、はい、そういうのは絶対大事だけどさ、見ちゃダメでしょ。見ちゃう見て自分でやっちゃってね、路頭に迷うっていうのはよくあるじゃん、はい、手抜きさせないとね。手抜きしてほしい。逆にいい意味での遊びが必要だよね、うん、いいやつはそのままでいこうっていう、それ以上求めるなっていう。だからあれじゃない、石垣選手は帰ったら高橋周平の部屋に行くとかさそれはどういうふうに捉えたらいいかなっていうところがある。いや、高橋周平は周平選手はいい意味で、いい意味で切り替えていけますからね。そう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 、野球は野球、はい、ね、プライベートはプライベート、ね、そうそう、だからいや俺がいた時だよ、はい、そんな感じの選手だったから、まあ、毎日寝るまで周平の部屋に行かせるこの選手はで結構親分肌なんですよ、若い子に対して、うん、でこの若い子連れてきて野球の話をするわけですよ。ダメじゃんいやダメじゃないですよ、ダメじゃないですけど、昨日どういう話だったっていう話聞いて、ああまあまあいい野球の話することいいことだよって言ってるんで、ダメじゃん。あとあの後輩の溝脇とかと一緒にいるとかさ、あそれいいかもしれないですね。溝脇も俺も1年とかあれだけど、はい、結構こうスパンスパッと、うん、スパスパス早いっす、うんうん、そういうのありだなと思う、なんか最近思うようになって、うん、あまりにも起き続けてないでほしい今あれでしょ、
コロナ禍で一人部屋でしょ。そう。もう永遠の二人部屋だよね。もうね。そう。先輩と。そう、先輩と。もうバットとか振ってるとお前うちハマってやれるやつ。そう。大人らしくさ。そう。かもきもう睡眠もうとこにつく時間をもう決めるか。ね、もう頼むから9時には寝てくれっていう。